こんにちは。ネイル工房のネイリストの丹羽と申します。今回は自宅でも使いやすい伝説のカラージェルを実際のモデルさんのアイスさんのネイルをしながらご紹介していきます。はい、ではまずはベースジェルを塗っていきたいと思います。このベースジェルを塗るととても楽ちんなんです。私たちが開発したんですけど、サンディングをしなくていいので、セルフネイラーさんにとってもご好評いただいております。こんな感じですね。で、その次、この赤のジェルを塗っていきたいと思うんですけど、この黒パケと白パケの違いは？黒パケは主にアート用として、よくこうにじまないという特徴がありまして、でそれをこう、カフェでいうラテアートとかそういうものを、ネイルで表現したい時には黒パケを、で白パケは全体塗り用ですね。で押しています。なんかジェルネイルのいいところって、こうやってはみ出してもこう綺麗に取れば本当だ。いいんですよね。マニキュアだとなんかすぐ固まっちゃうので、どうしても慌てると思うんですけど、よいしょ、ライトで固めるまでは絶対固まらないので、よいしょ。で次にトップコートですね。はい、こんな感じでできました。いかすがでごすいツか？ヤツヤですね。いや、そうなんですよ。本当は褒めてもらって嬉しいです。まず中央に乗せ乗せてて、スーッと引きます。そうです、そうです、その次にこう横、横。できました。どうですか？思ったより簡単で綺麗ですね。そうですよね。本当に綺麗にできましたね。初めてと思えないぐらいやっです。た。はい。で、慣れてくるともちろんカラーチェンジも楽しめますし、なおかつですね、ネイルシールも弊社販売してるんですけども、ネイルシールを使うとこう可愛いデザインであったり、エレガントなものであったり、あるいはそうですね、キラキラしたストーンをつけたりすると、なんかパーティーとかにもなんか「何それ？」すごい可愛いって友達から褒められたりして、とてもおすすめです。やっぱり始めたいと思ったら価格って大事じゃないですか。ネイル工房に任せてください。これとさっき使ったトップジェルなんですけど、これとこのライト、ちょっと電池は別売りな気んですになっけてました。ど、これで1000円で税別です。安